バイブリンゲンはドイツビュルテンベルク州レムスムル軍に属す市である。州とシュトットガルトの北東約1 0キロメートルに一致している。本市はレムスムル軍の軍長所在地で同軍最大の町である。本市はシュトットガルト地方及びシュトットガルト大都市圏に属す。西に隣接するフェルバッハとともに周辺市町村の中級中心をなす。 バイブリンゲンは1962年2月1日から大規模軍都市となっている。バイブリンゲン、ミハエルス教会付近を流れるレムス川バイブリンゲンは、レムス川の両岸に位置している。この川は、市の南西に位置するバインシュタイン市区から市域内に流れ込み、中核市区を貫通している。その後、ムシェルカルクを深く刻み込み蛇行を繰り返しながら、南東から北西に向かって流れ、 レムスエックアムネッカーでネッカー側に合流する直前にヘクナハシクとホーエンアッカーシクとの間から本市を離れる。以下の市町村がバイブリンゲン市と境を接している。北東から時計回りに列記するロイテンバッハ、シュバイクハイム、コルプ、バインュタット、ケルネイムレムスタール、フェルバッハ、レムスエックアムネッカー、マールバッハアムネッカーに属す飛び地。 バイブリンゲンの無人の飛び地が、ベルグレンとレムスハルデンとの間にある、ヒンテーレシュタットバルトである。バイブリンゲンの地域は、中核地区とバインシュタイン、ビッテンフェルト、ヘクノハ、ホーエンアッカー、ノイシュタットの各地区からなる。いくつかの地区には、固有の名称を持つ集落や住宅地が属している。出典、スタタスティシャス・ランディゼムット・バーデン・ベルタンベク。 バイブリンゲンは隣接するデル・バッハと共に、シュトットガルトを中心とするシュトットガルト地方内の中級中心となっている。バイブリンゲン、フェルバッハ中級中心地域には、レムスムル訓南ンン西部の市町村、すなわちベルグレン、ケルネン・イムレムスタール、コルプ、ロイテンバッハ、シュバイクハイム、バインシュタト、ビネンデンが含まれる。 この地域の出土品には旧石器時代や中石器時代のものが見られる。バイブリンゲン自身の近くでは戦隊分土器文化をはじめとして様々な戦士時代の定住跡が見つかっている。ローマ時代にはバインシュタインの近くに職人の入植地があった。ここでは価値の高い食器類が作られていた。ヘクナハの近くではレンガを焼いていた窯の跡も発掘された。 現在のバイブリンゲン中核支部周辺は、アレマン時代に政治、経済、教会の中心地へと発展した。本市周辺にはメロビング時代の埋葬地が多くあった。746年にカンシュタットの重罪裁判所で、それまでのアレマン公領が最終的にフランク王国に併合された後、徐々にフランク王国の所領運営の中心地となり、 カロリング家の所領となっていった。ここに王宮が設けられ、885年8月23日付の皇帝カール三世の文書に初めて、バイブリンゲンが記録された。887年に、ここで、諸公会議が開かれた。考古学的にはまだ証明されていない。この王宮は、現在の旧市街付近にあったと推測されている。バイブリンゲンはその後の夫を朝、 ザーリア朝、シュタウフェン朝でも、王領として存続し、1253年以前、おそらくは1200年頃に、ビュルテンベルク領となった。フリードリヒ・バルバロッサの名前で知られるシュタウフェン家の、フリードリヒ一世は、1122年におそらく、バイブリンゲンで生まれた。いずれにせよ、シュタウフェン家の戦闘時の叫び声が、バイブリンゲン。であったため、皇帝派はイタリア語で、 ギベリンと呼ばれるようになった。バイブリンゲンは1250年頃に都市圏を授与された。中世のビュルテンベルク領におけるバイブリンゲンの重要性を示す直接的な証拠が1287年にバイブリンゲンの力をそぐための対抗措置として現在のノイシュタット・アンデア・レムスが建設されたことである。本詞はビュルテンベルクに対する帝国戦争で 1291年から1293年に初めて破壊され、帝国都市エスリンゲン・アムネッカーの支配下に置かれたが、1315年に再びビュルテンベルクの所領に戻された。バイブリンゲンは地方行政と王宮の町となり、遅くとも14世紀以降はアムと及び軍の中心地となった。14世紀末までにバイブリンゲンの旧市街は盛んに拡大していった。 これにより、詩壁の外側に、ミハエルス教会が建設され、そのさらに外側の環状詩壁とこれに、トモナイツビンガーが設けられた。さらに主門が高くされ、紋章石が飾られた。例えば1491年に作られた、バインシュタイナーローモンのビュルテンベルクコーエーバーハルト一世の紋章などがその例である。アンドレアス・キーザーの1685年の、 森林登録簿に描かれたバイブリンゲン30年戦争では1634年9月5日から6日のネルトリンゲンの戦い後ビュルテンベルク兵がもはや守っていないバイブリンゲンは皇帝軍及びスペイン軍の犠牲となった9月18日の夜街は炎の中で射撃を受け突入され略奪された8日後に沈下した時には死は 基礎壁に至るまで破壊され、4年間荒廃したままで、1638年、1640年になって、やっと復興された。死壁の外にあった数軒の家屋だけが破壊を免れた。復興は、著しい人口低下のためにゆっくりとしか、進行しなかった。1634年の破壊は、今日に至るまでこの町の歴史最大の悲劇である。 この他に1771年と1784年にも火災が起こった。ビュルテンベルク王国成立後もバイブリンエンワノに世紀も続く農耕が主体の町であった。これに加えて川な飯やイカダ流しといった古い産業も一定の役割を担っていた。工業化は19世紀後半になってやっと近くされるようになった。 バイブリンゲンの発展の始まりは1861年にレムス鉄道が建設されビュルテンベルク国有鉄道の鉄道網に接続したことが契機となった。バイブリンゲン駅は地理的な条件とローム採掘のために狭い都市の中心から約 2km 外側に設けられた。最初に 伝統的なレンガ工場ヘスが1877年に駅のすぐ隣に新しく大きな工場を建設し、1910年の業務記録によれば431人を雇用していた。2番目にはビュルテンベルク王国内務省の要請により、絹織物工場がバイブリンゲンに進出した。この絹織物工場は急速に成長し、1910年には、 住民数が7000人であったのに対して1133人を雇用していた。この他の重要な雇用種としては246人を雇用した工作機械工場ロラー100人を雇用した比較製品及びカバン製造業者アウベルタウントブーベック同じく100人を雇用したカラメル製造業者カイザーがあった。こうした発展の過程で駅周辺地域に急速に 中穫宿が形成されていった。狭く老朽化していた旧市街から約2キロメートルのバーンホーフ通りが建設された。この通りは様々な建築様式の上流階級のための漆喰塗りの建物や前提を持つ重要な並木道であった。オーバーアムとバイブリン園から1938年にバイブリン園軍が成立した。 バイブリンゲン市の人口は1960年頃に2万人を超えた。これを受けて市の行政当局は大規模軍都市への昇格を申請し、バーデンビュルテンベルク州当局は1962年2月1日にこれが発行することを決定した。市町村再編によっていくつかの隣接する町村が合併し、地域は現在の広がりを持つに至った。 1973年の軍裁編後、バイブリンゲンは新たに創設された。レムスムル軍の軍長所在地となった。それまでのバイブリンゲン軍は廃止された。以下のマチソンが、バイブリンゲン市に合併した以下のグラフの値は、推測値、人口調査結果、各時点の統計担当役所の公的研究値に基づいている。バイブリンゲンの人口推移。 ミハエルス教会バイブリンゲンの住民はもともとコンスタンツ市教区に属していた。この町は古くからビュルテンベルク領であったため、1535年に宗教改革がなされた。1547年に教区監督官所在地となり、歴史に伴い様々なプロラトゥアの管区に位置づけられた。1813年からはプロラトゥアハイルブロンに属した。 ミハイルス教会はバイブリンゲン周辺の大きな教区の母教会であった。ミハイルス教会は旧市街街の旧墓地にあった。もともとミハイルス教会が唯一の教区教会であったが第二次世界大戦後の教会拡大に伴い多くの教会に分割された。1977年に福音主義コルバー平教会が成立した。 この教会は1988年にカトリックのマリエン教会と共同で十字架の下でのマリアとヨハネの出会いによるエキメニズムハウスを建設した。1978年にバッサーシュトゥーベン集落と中核祝のフッゲライ住民のためにディートリヒボンヘッファーイコールメマインデーが形成され、1991年に増改築がなされた。 ティートリヒボンヘッファーハウスで礼拝を行った。さらに、レムス鉄道の南側の住民のために、マルティンルター協会が設けられた。これらの教会は共同で、バイブリンゲン福音主義総合協会組織を形成している。2013年3月末、同年12月1日に中核部の福音主義協会組織が一つの教会組織に統合されることが発表された。 バイブリンゲンの5つの市区でもビュルテンベルクに帰属していたことから宗教改革がなされた。いずれの市区にも古い教区教会の福音主義教会組織が存在している。いずれの教会組織もバイブリンゲン教会監督管区に属している。カトリックは19世紀以後に復興した。カトリック信者たちのために1897年に礼拝堂が建設され、1907年に 拡張された。早くも1899年に文礼拝堂が建設され、1917年にバイブリンゲンに被災区が設けられた。聖アントニウスに捧げられた最初の教会は1953年に建設された。二つ目のカトリック教会となる聖ガイスト教会は1971年にリネンエッカー集落に建設された。コルバー兵には、 1988年に福音主義、ヨハネス教会とカトリックのマリエン教会が共同で十字架の下でのマリアとヨハネの出会いによるエキメニズムハウスが建設された。三つの教会はいずれもバイブリンゲン教会組織に属している。バインシュタインやヘクナハもこの組織に属している。ノイシュタットシクには1969年に独自の司祭区が設けられた。 ここには1963年には、すでに聖マリア教会が建設されていた。この教会は、ホーエン・アッカーのカトリック信者も管轄していた。バイブリンゲンとノイシュタットの2つの教会組織は、コルプの教会組織とともに、ロッテンブルクシュトゥットガルト市教区、レムスムル主席司祭区内で、バイブリンゲン支部区会を形成している。ビッテンフェルトの4人のカトリック信者は、シュバイクハイム、 ビッテンフェルト総合協会組織に属し、協会管理人や隣接するシュバイクハイムの協会の支部協会がある。1964年からすでに固有の聖マルティン協会があり、2014年には50周年を記念して大規模な祝祭が行われた。二大キリスト協会の他に、バイブリンゲンにはいくつかの自由協会もある。例えば、バイブリンゲンとヘクナハの 統一メソジスト教会や福音主義自由教会組織などである。新首都派教会や末日聖徒、イエス・キリスト教会もバイブリンゲンで活動している。1960年にバイブリンゲンで成立したギリシア正教会は、1970年代に古いニコラウス教会堂に定住し、これ以後聖コンスタンティノスと聖ヘレナに建動された。 移民によってイスラム教の組織が形成された。彼らはしばしば宗教上の指導者であるとともに地域の信者の代表者として振る舞う。礼拝は改造された世俗の空間で行われる。バイブリンゲンには固有のモスクはないが、町の中央にドームとミナレットを有するモスクが計画されている。バイブリンゲン市長者バイブリンゲンの市議会は選挙で選ばれた32人の議員と、 議長を務める上級市長で構成されている。バイブリンゲン市の市長にあたるシュルタイスは1265年に初めて記録されている。自治組織が成立したのは1273年からであった。行政の監督はフォークとの責務であった。1740年には3人のビュルガーマイスター、9人のハンジ、5人のラーツ・フェアバントが列記されている。 1819年から、市の市長は、ュタットシュルタイスという称号を用いた。1930年からは、ビュルガーマイスター。1962年2月1日の大規模軍都市への昇格に伴って、オーバービュルガーマイスターと称号は変遷した。上級市長は8年ごとの直接選挙で選出される。上級市長は、市議会の議長を務める。 2018年現在の上級市長、アンドレアス・ヘスキーは2006年に初選出された。上級市長の代理を務める第一副市長は公式には、エルスター・ビルガーマイスターと称する。また、技術副市長も公式には、ビルガーマイスターを称する。第二次世界大戦後の市長を列記する図柄、長部は黒字。主部は銀字に3本の黒い鹿の角が積み重ねるように配置されている。 市の旗は黒から白である。バイブリンゲン市壁前の姉妹都市のモニュメント、バイブリンゲンは以下の都市と姉妹都市協定を締結している。友好都市1975年にノイシュタットを合併したことで、バイブリンゲンは最大の国際友好都市団体であるノイシュタットインヨーロッパの一員となった。この作業共同体にはドイツ、オーストリア、ハンガリー、 チェコ、ポーランド、スロバキアのノイシュタットという名前を持つ37の市町村が参加している。バイブリンゲンの内市街には歴史的な旧市街がある。旧市街はこの大規模軍都市の地理上の中心にあり、同時に政治、経済、文化の中心でもある。市庁舎、軍庁舎、市民センターといった重要な施設や機関はない市街に存在する。 旧市街の心臓部にあたるのがマルクト広場で、ここでは週に2回収の市が開かれ、例えば旧市街祭、小さなマルクトムジーク、フランスの日など多くのイベントが開催される。ギャラリー広場はレムス川沿いに新たに作られた文化的な菓子である。バイブリンゲン市内を多くの観光ルートが通っている。例えば全長5 1 1トルのビュルテンベルクワイン、街道、 遊歩道や自転車道及びレストランや文化施設を持つ観光連盟のレムスルート、全長9 0トルのレムスタール自転車道、ドイツ木組の家街道などである。市民センターは1982年から1985年に建設され、様々な文化イベントの会場として用いられている。2017年3月に放火によって、甚大な被害を受け、 2017年末までは小規模なイベントが開催されることになっている。マルクと広場東、サイドマルクと広場西サイド中核部での見どころは、数多くの木組建築が立つ歴史的旧市街である。その一つが、マルクと広場に向かって開かれたアーケードを持つ旧市庁舎である。ツビンガーのホーホバッハトゥルムは、この町の象徴的建造物である。この塔は、 旧市街の最高地点に立っており、中世から保存されているバイブリン園で数少ない貴重な建造物の一つである。さらに一般に立ち入りが可能な中世の屋根のある都市防衛施設の四壁通路やレムス川に面したスグラフフィートを持つ13世紀のバインシュタイナーローモンが保存されている。福音主義のミハエルス教会が市の主要教会である。この教会は 1470年から1480年に3老式のスタッフェルハレとして建設された。内陣は1440年から1450年にはすでに建設されていた。ミハイルス教会の近くにある女子修道院協会は1496年にウルマー家によって建設された。この建物は3階建ての納骨礼拝堂として残されている。 ニコラウス協会は1269年に初めて記録されており、1488年にゴシック様式に改築された。ニコライ教会に面した中世の修道院庭園をモデルに造営されたバイブリンガー・アポテーカー・ガルテンも見応えがある。幾何学的に配置された通路の間の12の花壇に、いくつかの臓器に薬効を発揮する植物が植えられている。 四部にも注目に値する古い福音主義教会が存在する。バインシュタインの教会は1366年に初めて記録されているが、1225年にはすでに教会が存在していたと考えられる。なぜなら、この年に趣味伝の両方会議がバインシュタインで開催されたことが証明されているのだが、こうした集会は教会のある場所でしか開かれなかったからである。 現在の教会は、建造機のフレスコ画を持つ後期ゴシック建築である。ビッテンフェルトの教区教会は、初期ゴシック様式の内陣を持つ。1300年建造の塔は何度も改築されている。ちょうどは18世紀後期のものである。ヘクナハの教会は、1467年から88年に建設され、1895年に建て替えられた。 エン・アッカーの教会は1489年に建て替えられ、拡張されているが、おそらくこれより古い建物である。ノイスタットの教会は1481年に、聖マリア教区教会に昇格した。コールトゥルムキルヒエは14世紀に建設されたもので、1368年に製作された保存状態の良い珍しい壁を有している。旧視聴者旧視聴者は、 開放的なアーケード、ルネサンス時代の一階通路を持つ木組建築で、丸くと広場沿いに建っている。この建物は1597年に建設された。1634年に火災によって破壊され、1725年までは廃墟となっていたが、1730年に従前通りに再建された。この建物は1875年まで視聴者として、 利用された。1876年から1975年に初めて少年国民学校として利用され、産業学校、その後市民大学として利用された。1976年に修復工事が開始され、1978年に旅館としてオープンした。1870年頃にこの建物の解体が計画されたが、その後この計画は廃案となった。 1920年代に旧市庁舎は木組みを露出させたバイブリンゲン最初の建物となった。この建物は1978年に模範的な修復が行われた建物としてバイブリンゲン郷土協会から検証された。ホーホバッハトゥルムホーホバッハトゥルムはツインケニスター塔とも呼ばれ13世紀にこの塔に接続する形で建設された支壁よりも 古い建物である。この塔の正方形の平面の基部は、早くも、下右辺町の初期、すなわち11世紀から12世紀、遅くとも13世紀に建設されたものである。構想部の壁組は1500年頃に作られた。その後何度も改築が行われた。1863年に、切り妻屋根が消失した後、現在の形の木組会が再建され、 石造りのバルコニーを持つ回廊が作られた。古い構造を適用した、現在の木製階段は20世紀半カバに取り付けられた。2003年に、塔内部の古い漆喰層の調査が行われた。これにより、何層もの19世紀の青い彩色層が発見された、塔の先端の高さは45メートル、回廊の高さは21メートルである。 バインシュタイナーローモンバインシュタイナーローモンは13世紀に建設された。この塔は1491年に高さ22.3メートルにかさ上げされ、エヴァーハルトの紋章が掲げられた。1938年、スグラフィートが作られた。1519年の戦闘の栄誉がモチーフとして用いられた。この建物は1979年と2013年に、 模範的な修復が行われた建物として、バイブリンゲン郷土協会から検証された。1864年にこの塔は危うく、取り壊しを免れた。バイブリンゲンの死壁と死亡衛施設の建設は1250年頃に始まり、約30年間続いた。死壁の重要な移行は、ホーホバッハトゥルム付近や、バインゲルトナーフォアシュタット付近に存在する。 最も長い断片は、バインシュタイナーモンと薬草園との間で、人が歩いて、通れるようになっており、一部は、屋根が設けられた通路となっている。市の歴史館市の歴史館は、かつての川の飯の町にあり、バイブリン園に残る、最も古い世俗建築である。この建物は1549年から1553年まで、おそらく共同で運営されていた川の飯の作業所であった。 この木組み建物は新旧建築様式の混交する典型的な作例である。この建物は建築史の文化財であり、その修復に対して1992年にヨーロッパのストラの功労賞が授与された。この博物館は常設展示と入れ替えの特別展示でバイブリンゲンの歴史を紹介している。レムス川の川岸に2008年5月30日に ギャラリーシュティール・バイブリンゲンがオープンした。その設立は、エーハマイヤーシュティール財団のバイブリンゲン氏に対する財政支援に由来する。バイブリンゲン氏がこのギャラリーの運営者である。このギャラリーは、共通のテーマに特化した、紙作品を展示している。ホーホバッハトゥルム内には、2006年7月22日に、完成した、小さな文学博物館、アヒム・フォン・アルニムの部屋があり。 アルニムのバイブリンゲンを舞台にした歴史小説、王冠を守る人々を連想させる。説明図表、趣向、ファクシミリコピーが収められた展示ケースの中で、このバイブリンゲンの物語の成立過程が追跡され、小説の文学的構成が明らかにされている。さらにアヒム本アルニムの肖像も展示されている。シュタウフェン時代にまで遡るホーホバッハトゥルムの 下層部の前には2007年からシュタウフェン柱が、混流されている。シュタウファーシュペクタケル、バイブリンゲンロイヒテットバイブリンゲン駅バイブリンゲン、市内を連邦道 B14 号線が通っており、市の橋で B14 号から連邦道 B29 号線が分岐し、スタートしている。バイブリンゲンは、鉄道シュトゥットガルト、バートカンシュタット、アーレンセント、 バイブリンゲン・シュベービッシュ・ハレヘッセントの分岐点に位置している。両路線は、シュトットガルトから来て、バイブリンゲンで分離される。バイブリンゲン駅には、シュトットガルト S バーンの S2 号線及び、S3 号線の列車も停車する。バイブリンゲンの地域内にはこの他に、ノイシュタット方園アッカー駅がある。シュテッテン・バインシュタイン駅は、バインシュタットの地域にあたる。また、ルオフ。 乗り合いバス交通及びダネンマン交通会社の数多くのバス路線がある。いずれの路線も、シュトットガルト交通、運賃連盟の均一料金が適用される。電動の小切りや小型モーター製品の国際的なメーカーである、アンドレアス・シティール・ ag c o KG は、バイブリンゲンのイ・シュタットに本社を置いている。ロバート・ボッシュ GMBH は、 バイブリンゲンに二つの工場を有している。一つは接合技術、一つは放送技術の工場である。バイブリンゲン駅から遠くない場所に1997年5月にドイツポスト AG の郵便センター70、71がある。開設当時、このセンターはこの種のものとしてはヨーロッパ最大であった。バイブリンゲン新聞社バイブリンゲンではバイブリンゲン新聞社の バイブリンガー・クライス・サイトゥングが日刊誌として刊行されている。1980年代にホルスト・ミハイルの伊勢が警部役を演じたミステリーシリーズタートールとの彼の最後の意志がバイブリンゲンで撮影された。ドラマではこの街はフュールシュタットという名前であり、実際の地名では登場しないが、この地方に詳しい人であればバイブリンゲンであると明らかにわかる。 タイトルバックは、紛れもなくレムス側から見た、バイブリンゲン旧市街のシルエットであるし、映画の合間に、例えばバインシュタイナーモン、旧市庁舎、バーンホーフ通りの一部などの象徴的建造物が、短いショットではあるが、映っている。バイブリンゲン区裁判所バイブリンゲンは、レムスムル軍の軍業政機関の所在地である。さらに、職業安定所、税務所、区裁判所が存在する。 裁判所は、シュトットガルト上級地方裁判所及び、同地方裁判所の管轄下にある。本市は、ビュルテンベルク福音主義地方協会のバイブリンゲン協会管区の本部所在地である。バイブリンゲンには、一般義務ナジウム2校、実家学校2校、基礎家庭、本家庭、実家学校1校、養護学校1校、中核宿に3校の基礎家庭、本家庭学校、 ビッテンフェルトとホーエンアッカーに一校ずつの基礎家庭、本家庭学校。シラーシューレとリンデンシューレは本家庭ではクラスの交換を行っている。およそ半分がホーエンアッカー、もう半分がビッテンフェルトに組み込まれる。さらに独立した基礎家庭学校が中核式、ヘクハナ式、バインシュタイン式にある。レムスムル群はシュタインバイス通りの3校の職業学校及び、 言語障害者のためのクリスティアン・モルゲン・シュテルン・シューレ、学習幼稚園を併設した、精神、身体障害者のためのフレーベル・シューレ、長期入院患者のためのシューレ・フィワ・クランケの経営を行っている。ディアコニー・シュテッテン・ EV の私立学校や、インターナショー・レブン・デ・ EV のバイブリンゲン職業、専門学校、ドナーケルンジ・ジ GMBH 私立商業学校が、 バイブリンゲンの教育環境を保管している。バイブリンゲンの家庭教育施設は、教育学、児童養護、栄養、健康維持といった分野のコースを用意している。この施設は、バイブリンゲンの多世代ハウスが運営している。運転レスレムスタール芸術学校は2008年6月1日に、バイブリンゲンのバインゲルトナー・フォアシュタットに本部を置いた。この学校は、バイブリンゲン市が運営している。 周辺市町村のバインシュタット、ケルネン・イムレムスタール、コルプとの契約で規定された協力体制が住民の参加も保障している。成人、子供、青年のための授業スペースは芸術学校以外にすべてのパートナー自治体に存在する。この芸術学校は専門クラスのほかにギャラリーを訪れたあらゆる年齢層向けの芸術を媒体としたコースや ワークショップを設けている。運転レスレムスタール音楽学校 EV は様々な授業スペースの他にバイブリンゲンのコメニュース修理内にオフィススペースを有している。運転レスレムスタール市民大学 EV はバイブリンゲンにオフィスを有している。バイブリンゲンにはドイツキリスト教ボーイスカウト団の5つのボーイスカウト団と5つのウルフリングスムートンがあり300人以上が 登録している。最大の音楽クラブが約700人が在籍しているバイブリンゲン私立オーケストラである。このクラブはシンフォニックブラスオーケストラ、弦楽オーケストラ、ビッグバンド、約150人の学生が参加するジュニア部門からなっている。最大のスポーツクラブは約3550人の会員を要する VFL、バイブリンゲンである。この多種目スポーツクラブは レジャースポーツ、健康スポーツ、16部門の専門スポーツ、健康治療プログラム、子どもスポーツ学校を提供している。VFL バイブリンゲンの女子ハンドボールチームは2006、7年シーズンにはブンデスリーが2部に参加した。他の部門もトップ選手を輩出し、その多くは後に別のクラブで活躍した。 バイブリンゲンのクラブの詳細なリストは、バイブリンゲン氏のウェブサイトのクラブデータバンクで見ることができる。これらの文献は、翻訳元である、ドイツ語版の参考文献として挙げられていたものであり、日本語版作成に際し直接参照してはおりません。ありがとうございます。